はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、列車合体シリーズ特急列車 EX 真剣ジャー列車です。はい、レジェンド列車も年代順に発売されて、今回は真剣ジャーですね。真剣ジャーは僕の好きな小林脚本ですから、放送当時はハマりましたね。で、今回はちゃんと真剣ジャーらしくパッケージも和柄になってて、すごいおしゃれです。で、正面には真剣レッドがいて、ひっくり返すと、今回は列車合体すると特急王真剣王なんですね。では早速レビューします。はい、中身もいつも通りですね。先頭車両と後方車両の2つで、先頭車両は真剣レッドの獅子折り紙がモチーフになってて、横幅は列車なんですけど、折り紙っぽい雰囲気が出てますね。上には火の文字と真剣ジャーのマーク、そして顔は可動なしですね。獅子折り紙もなかなかイケメンです。で、先頭車両はいつも通りここが可動して、それ以外は同じ。そして後方車両は押すと中から真剣王の顔ですね。これも結構塗装で細かいんですけど、何分横幅が狭いですね。でもいいですよ。では戻して、先頭車両と後方車両を合体すると、はい、真剣ジャー列車の完成です。いつも通り転がし遊びができて、連結パーツも前と後ろについてます。では列車合体しましょう。やり方はいつも通りで、まずはレッド列車を外して、そこに真剣ジャー列車を取り付けます。折り曲げてセット。で、メットパーツを収納して、ここに2両目の真剣ジャー列車をさらにセットすれば、完成！特急王真剣王です。お、これは意外と真剣王っぽいんじゃないですか。基本的には特急王のシルエットですから、プロポーションはシャープなんですけど、ちゃんと胸の部分に獅子折り紙もあって、寄ってみると本当にセンター部分だけ和風テイストですね。近くで見るとこんな感じ。いつも通りメットパーツの後ろはボテッと出っ張ってるんですけど、前面の顔はちゃんと作り込んでありますね。元ネタのパーツがあるとまとまりがいいですね。じゃあ次はこのまま外して、サファリガオーに取り付けるとどんな感じに、あれ、なるんでしょうか。はい、メットをセット。完成！サファリガオー真剣王です。うん！意外と白と赤とこの2色の組み合わせはいいんじゃないですか。なんかさっきとは全然別物ですね。意外と僕は嫌いじゃないです。はい、近づいてみるとこんな感じ。サファリ顔に合わせると真剣ジャー列車がすごい目立ちますね。でもレジェンド列車は毎回顔が面白くアレンジされてて、これが結構楽しめます。では特急チェンジャーで音声確認します。真剣ジャー列車、特急チェンジ。侍戦隊真剣ジャーってちゃんと言って、個別音声は共通ですね。では列車召喚。乗り換え変身。はい、ちょっと縦紙が絡んでもたついちゃったんですけど、乗り換え変身もできます。はい、ということで列車合体シリーズ特急列車 EX 真剣ジャー列車を紹介しました。作りとしてはいつものレジェンド列車と同じですから、安定して遊べますし、サファリガオがあるとさらに妄想合体ができますね。1000円ぐらいで買える列車としては十分な出来だと思います。以上、列車合体シリーズ特急列車 EX 真剣ジャー列車の紹介でした。